皆さんこんにちは。本日は九州国立博物館の返上展文化交流展の中で紹介しておりますアジアの工芸の企画をご紹介したいと思います。今回はアジアのさまざまな工芸品を楽しんでいただける企画を考えておりまして、例えばミャンマーのすごく大きくて細やかな絵柄の漆であったりとか、すごく大きなインド産のサラサという布であったりとか、あとアジアのいろんな国の漆の作品であったりとか、この後紹介するインドネシアのワヤンクリという人形であったりとか、さまざまなアジアの工芸品を展示しております。それでは一つ一つ細かく見ていってみましょう。はい、学芸部長の白井さんに来ていただきました。白井です。こちらではインドのサラサとインドネシアの人形劇ワヤンクリを合わせて展示しているコーナーです。こちらの下のインドサラサは、ラーマーヤナという物語をモチーフにして表されているものなんですね。ちょっと白井部長、ラーマーヤナのご説明を少しお聞かせいただけますでしょうか。はい、ラーマーヤナというのは古代インドの長編叙事詩です。ラーマーヤナ、そのラーマというのが主人公の名前で、ちょうどここにいるのがその主人公のラーマ王子なんですね。おひげの人ですね。ラーマ王子は弓が得意なので、その弓の腕前のコンテストに勝利したということで、シーターという妻と結婚するんですけれども、お家騒動があって、王宮から追放されてですね、で森にいる間に今度はこのラーバナという悪役、この顔がたくさんある魔王にですね、シーターがさらわれてしまうんですね。で、ラーマはですね、ハヌマーンなどのこうサルドの国と協力して、ラーバナと戦うと。これはそのもう最後の決戦のシーンなんです。真ん中で分かれてヒーローのチームと悪役のチームの大決戦というところですね。そうですね。よく見るとこう獅子が飛んでいたり、頭にかじりつかれていたりと、痛そうですね。痛そうですね。生々しいサラサだなと思うのですけれども、上のワヤンクリが同じシーンを表しているんでしょうか。そうですね。ラーマーヤナはですね、東南アジアに広く伝わってですね、その各地で、いろんなアレンジが加えられて、土地土地の文化と結びついて芸能などの形を取っていくんですけれども、インドネシアの特にジャワ島ではですね、ワヤンクリという影絵人形芝居で、このラーマヤナが上演されます。で上の方の段はそのワヤンクリの人形でありまして、この下のラーマの上に、インドネシアでの呼び方でロモと言いますけれども、ロモの人形が、そしてラーバナの上のところにインドネシアの言い方でラオノの人形が展示されています。ラオノは顔が一つで表されているんですね。そうですね。インドネシアのワヤンクリではですね、設定上はラオノは顔が10個あるっていうことは演ずる人も見る人も共通で了解しているんですが、人形の表現としては顔は一つだけで表現するということになっています。こちらの真ん中の矢がピュッと飛んでいるイメージが表されていますけれども、緊迫したシーンですね。これはやはりラーマ王子ロモは弓の名手なので、その必殺の矢を放っているところなんですね。でこのロモ、ラーマが弓の名手だっていう設定自体はインドネシアでもちゃんとみんな分かっているんですが、ワヤンクリではその弓はほとんど表現しなくてですね、このロモの人形とこの矢の表現だけで、弓の名手であるロモが必殺の矢を放ったということが見る人にも分かるというふうになっています。こちらのサラサもピュッとこう染料で赤く飛んでいるようなところがあって、まるで血のような表現がされていて、すごく緊迫したシーンが表されているなと思っておりました。そうですね。なんかね、顔に噛みつかれたりですねやられたくないですね痛そうなシーンですけれども、またこの後も実は他の国のラーマーヤナの表現をちょっとご紹介させていただこうかなと思っております。はい、では次に企画家の織山さんに来ていただきました。織山です。よろしくお願いします。
こちらの屏風もラーマーヤナのモチーフになっていると聞いたんですけれども。そうなんです。こちら作品の名前はヤマヤナ屏風というんですけれども、はい、このヤマヤナというのはですね、ミャンマーでのラーマーヤナの呼び方なんです。こちらの作品はそうですね、ミャンマーの、屏風の作品になっています。あ、漆作品なんですか？そうなんです。あの全体に黒い漆を塗って、はい、でその後模様のところを削って、でオレンジとか緑とかの色漆を塗って、こうやってあの絵柄を表現しているんですね。すごく鮮やかですね。そうなんです。ぜひあの近くでじっくり見ていただきたい一作ですね。あの先ほどのラーマーヤナの戦闘の場面と違って、なんかすごく穏やかな時間が流れているような。そうなんです。こちら、真ん中に大きく描かれているのがラーマ王子ですね、はい、でラーマ王子の視線の先にいるのが、先ほどは出てこなかったんですけども、こちらがシーターという奥様になっています。美しい方ですね。そうなんです。2人がすごい仲良さそうに見つめ合っているシーンが、この屏風の一番こう大きく描かれている場面になっています。でここで一つ、この屏風はですね、はい、この真ん中の絵の他にもラーマヤナのいろんな場面が実は周りに描かれているんですね、はい、でこの中でラーマ王子を見つけ出す時のポイントが一つあるんですけども、はい、先ほど、サラサの作品の中で、はい、ラーマ王子すごいこの武器がすごい強いというのがあったのを覚えてますか？はい、覚えてますよ、はい、何でしたでしょうか？弓矢ですね。そうなんですでこちらラーマ王子が座っているんですけども、ラーマ王子はその自分の身長ほどもある大きい弓を持っているというのが特徴なんです。で、でこの周りの、絵を見た時にもラーマ王子はその大きい弓を持っているので、あ、これがラーマ王子だっていうのがすごい見つけやすくなってるんですね。本当ですね。あのシーターとラーマがいるものもあれば、ラーマだけのものもあるんですね。そうです。こちらの場面は先ほどサラさんの中で、話がありましたけども、シーターがさらわれてしまうきっかけになったすごい重要な場面でして、今ですね、シーターが鹿を指さしているの分かりますか？はい、あれはすごい綺麗に輝く鹿を見て、ラーマ王子にあの鹿を絶対捕まえてほしいっていうふうにお願いしている場面なんですね、はい、で実際ラーマ王子はその鹿を狙いに行くんですけども、うん、この鹿が実は悪の手下が姿を変えたものだったんです。あの顔がいっぱいあった。あ、そうです。あの敵の手下が姿を変えたものだったんですね。でこの後ラーマ王子とはぐれてしまったシータは一人になってしまって、はい、そこをさらわれてしまうという非常に重要な場面がここは描かれているんですね。そうなんですね。その他にもこの屏風の中には、あの2人が仲良くお話ししている場面や、おそらくあの後ほどあの猿のハヌマーンというのが、はい、ラーマ王子に手助けをするんですけども、はい、その、ハヌマーンのモチーフにこうイメージしていると思われる猿なども描かれていて、いますね、もうぜひこの大きい屏風を隅から隅まで楽しんでいただきたいと思います。いろんなストーリーが散りばめられていて面白いですね、はい、では屏風の裏側に回ってきました。こちらは先ほどとはまたちょっと違う雰囲気ですけれども、また物語が違うんでしょうか？そうなんです。こちらはお釈迦様の前世の物語を描いた場面たちなんですね。で、一つのこの板に4つだいたい場面が描かれているんですけども、はいはい、上2つで下2つがそれぞれお話になっているというふうになってまして、全部で10個のお話がこの屏風には描かれています。お釈迦様はですね、あの悟りを開いたことで知られていると思うんですけども、はいはい、それは前世でいろいろな良いことを何回も何回も行ってきたから、最終的に悟りを開くことができたと言われています。で、そういった前世のお話のことをジャータカとか本上譚、本上説話というふうに呼ばれて、こういうふうに表現されたり、そのお話が、アジアの各地で広まっていったりしています。でどのお話もですね、非常に魅力的で面白いお話なんですけども、はいはい、例えばこちらの桑原さんの近くにあるお話はですね、はい、いろんなものを人にあげちゃう王子様のお話なんです。あらいいことのように聞こえますけれど、伏せというふうに言いまして、自分の持っているものを人にあげることとかっていうのは非常に良いことだとされていて、でその教えを守っている王子様はいろんなものを、若い頃からいろんなものを人にあげてしまうんですね、はい、で例えばここに像が描かれてますけども、
この象が欲しいと言われた時には象とその象使いと象を飼育する人たちと、はい、象が身につけていた装飾品もすべてあげてしまったと、なかなかに大盤振る舞いな、そうですね、はい、王子様 であまりにもいろんなものをあげてしまうので、その国の人たちは非常に困ってしまって、王子様は国から追放されてしまうんです。でその後奥さんと2人の子供と一緒に森の中に入って暮らしていくんですけども、はい、森のまさか、まさかそうなんです。実は森の中に入った後もその子供たちをくれと言われて、はい、修行者にあげてしまったり、でこのままでは奥さんもあげてしまうんではないかと、はい、太釈天という神様が非常に心配しまして、はい、太釈天自らが変装をして、この王子のところに行って、でその奥さんをくださいと、でやはり王子はいいです、差し上げますと言うんですけども、そこで太釈天は自分の姿を明かして、あなたの行為は非常に素晴らしい行為で、その心は確かに証明されましたと言って、最後は奥さんをお返しして、で子供たちとも一緒になってめでたくめでたしめでたしというお話になっているんです。でこのお話はですね、非常に有名なお話なんですけども、王子がこうポットから何か注ぐような表現がありますよね、はいはい、水滴もしてますね。あ、そうです。これがおそらくその伏せといういろんなものを人に分け与える時の表現の一つとして描かれているんですね。形式化された表現なんですね。そうですね、はい、でこのようにいろんなお話がこの屏風の中には入っていまして、でこの、作品の近くに解説のパネルも用意してますので、ぜひそれと見比べながらじっくりと楽しんでいただきたいなと思います。なんかいろいろ楽しめる場面が多くて面白そうですね。じゃあ本庄丹つながりで、またこちらもジャータカをモチーフにした作品ということで、こちらにやってまいりましたけれども、そもそもすごく大きいですが何ですかこれは。こちらですね、はい、ジキロウ、食べ物の食べるに、はい、カゴですね、竹冠に竜と書くカゴでジキロウというんですけども、はいはい、こちらは、寺院などに供え物を、するときに使う器ですね。これ中が空洞になっていまして、そこに、食べ物だったり、そういったものを、入れてお供えするんですけども、さすがにこれぐらいの大きさになると、はい、実際に使ったかどうかというのはちょっと分からないですね。もう少し小ぶりなものが本当はスタンダードなんですね。そうですね、はい、でも一つ一つの図柄がすごく細かく描かれていて、こちらは先ほどご紹介されていた同じお話ですか。そうなんです。こちら、各段に、一周こうぐるりと、先ほども話したジャータカ本庄丹のお話が書いてあるんですけども、はい、各段に、10個のお話が、割り付けられて描かれているんですね。で、今回はそれぞれのお話がこう縦に並ぶようにしましたので、こう順々に見ていくと同じような表現があったりとか、先ほど見ていただいた屏風と似たような表現があったりといった、そういうのを探すのも非常に楽しくなってますので。本当ですね、こちらに先ほど見たような竜のような蛇のような、そうなんです、そうなんです。そういったのもぜひ楽しんでいただけたらと思います。こちらもミャンマーの同じ技法で作られているものですか。そうです、こちらも、ミャンマーの同じ技法の非常に近い工房の方が作ってくださった作品ですね。こちらは九州国立博物館の開館の時に合わせてご寄贈をいただいた作品でして、その時も非常に人気を博した大きな作品の一つになっています。見応えがありますね、はい、ぜひ近くに寄ってじっくりと見ていただけたらと思います、はい、一つ一つのお話が面白そうですね、はい、次は企画家の高野さんに来ていただきました。高野です、よろしくお願いします。 こちらもすごくたくさんの人がいますけれども、これも何かの物語なんですか。はい、こちらはヒンドゥー教のビジュヌ神の化身クリシュナの物語を描いたサラさんになります、真ん中の段の中央にいる肌が青くて横笛を吹いているのがクリシュナでして、青いですね。クリシュナといえば、はい、すごく男前で有名な神様と聞いたことがありますけれど。そうなんですよ、男前で横笛の名手なんですけれども、そのクリシュナの吹く笛の音色に誘われて、たくさんの牛飼いの女性たちが着飾ってクリシュナの元に集まってきている場面を描いています。でこちらはピッチャワイと呼ばれる
サラサになるんですけれども、クリシュナ信仰が盛んな地域の寺院にかけられるサラサがピッチャワイと呼ばれています。確かにこちらあの四隅にあのピンの跡があってですね、どこかにかけられたのかなと思っていたんですけれども、はい、そうですね、もしかしたらかけられて使われていたものかもしれないですね。あと牛がいますね、はい、牛飼いの女性たちの図だから牛がいるんでしょうか。そうですね、こちら牛飼いの女性たちと一緒に白い牛が描かれているんですけれども、ちょっとよく見ていただきたいんですけれども、はいはい、牛に手形がついているのがありますね。あ、金で手の形が確かに、はい、こちらはですね、牛の乳の出が良くなるようにという願いが込められて、このように手形をつける風習がある。実際の牛にですね、はい、へえ、それを表されているんですね。そうですね、すごくこう金で装飾されている、すごくゴージャスなサラサですね。はい、そうなんですよ、すごく女性の衣装とかも金で模様がそれぞれ別の模様が描かれていたりして、すごく華やかなので、華やかですね、ぜひ、はい、近くで見ていただきたい作品です。ではこの女性が着ているのもサリーかなと思うんですが、はい、次ちょっとサリーの展示もあるので、そちらもご紹介いただけますでしょうか。はい、じゃあサリーの方も見てみましょう。はい、さて次は大きな布のところに来ましたね。はい、こちらあの19世紀から20世紀の割と古手のタイプのサリーの、サリーの作品ですけれども、こうペーズリー模様があったり鳥模様があったり人物の模様だったり、割と賑やかな作品ですが、はい、見どころはどこになりますでしょうか。そうですね、サリーというのはインドの衣装になるんですけれども、うん、見ていただいたら分かるように1枚の大きな布を体に巻きつけるようにして着用するのがサリーの特徴になっております。これが5メートルぐらいあるんですよね。確かそうですね、長さ5メートルほどの布が標準的なサイズとされています。サリーは1枚布なんですけれども、はい、服として着用するので、デザインが着用した時に映えるような構造になっております。なるほど、はい、例えばですね、はい、この下の方の部分パルーと呼ばれる部分なんですけれども、はい、こちら今私が着ているサリーを見ていただくと分かるんですけれども、はい、これ、垂らすようにこの向きで着用した時に文様が綺麗に出るような向きで文様が配置されています、うんうん、今こっちから見た時に模様がちょうど綺麗に見えるようにできてますね。はい、でこのサリーの上の方を見ていただくと、はい、クジャクの文様がこっちの長辺を下にして追い出されていると思うんですけれども、はい、これはなぜかというとサリーのこの辺りの部分はですね、はい、胴体に巻きつけるこういうスカートの、はい、部分になるので、はい、こちらが下になるように文様が織り出されているというわけですね。スカートで巻いた時に下から見て綺麗なのと、それをこう肩にかけたりとかした時に上下が綺麗に見えるように前もって織る段階からそう計算されているんですね。そうですね、計算されて作られているんです。面白いです。はい、こちらのコーナーでは普段なかなか展示できないとっても大きなサラサを今回展示しております。いずれも、インドで作られてインドネシアに伝わった作品なのですが、それぞれちょっと特徴がありますのでご紹介していきたいと思います。こちらはインドでインドネシアで使うように作られたものです。インドネシアで使うように作られたサラサの特徴としては、この両端のギザギザ模様が有名なんですね。あともう一つ加えて、インドネシアの人はサラサ染め物ですけれども、注文する際に表も裏も両方柄があるように注文したようでして、とっても細かい模様なのですが、裏返してみると同じ模様がピタッと合うように染められているんですね。非常に技術が高くないとできない素晴らしいサラサで、これだけの大きさがそのまま残っているのもとても魅力的な作品です。そしてこちらは、実はインドで作られて、ヨーロッパ向けに作られたものなんですね。ヨーロッパに輸出するために作られたサラサになっています。ただし、インドネシアに伝わったものなんですね。
この白地のところに立ち木模様と呼びますけれども、こういう山からこう木が立ち上った模様というのはヨーロッパでも大変好まれた模様でして、だいたいヨーロッパのベッドカバーであったりとか壁掛けであったりといったものにのためにインドで作られました。ただそういったものがヨーロッパだけでなく、インドネシアであったりとか、例えば日本であったりとか、そういうところにも入ってきておりました。インドネシアでは大きな布をそのまま使うというところに、布の力があるとされていましたので、このように大きくつないで、使っていたようです。こちらもこの大きなサラサもインドネシアに伝わったインド産のサラサです。こちらも実はよく見ましたら青い点々模様が地模様にずっとあるんですけれども、こちらも両面模様になっております。こちらはですね、VOC マークがありまして、東インド会社が流通させたサラサであるということが分かっているところもとても魅力の一つとなっております。さまざまな物語をたどりながらアジアの工芸を楽しんでいただきたいと思います。アジアの工芸の展示は7月7日までです。せーの、来てねー。